ということで本日はですね、なんと昨日ですね、秘密のアップデートが行われていたということで、そちらの内容をね、皆さんに分かりやすく全部説明していきたいと思います。アップデート情報ね、このチャンネルさえ見れば大丈夫なので、まだの方はチャンネル登録、そして通知オンしておくことをお勧めしておきます。ということで、早速やっていきましょう。はい、ということでサバイバルモードに入って新しくねワールドを作ったんですけど、はい、見てください、左上、前までねハートが1個でスタートしたのがなんと3個でスタートするようになりました。これはありがてえ、最初死にかけだったからね。そして満腹度ですね、それも減った状態で始まってたと思うんですけど、アップデートで完全満腹の状態から始まるようになりました。これは熱い、ありがとうございます。ということで、まあこれはね、まず新しくワールドを作る時の変更事項ですね。ありがとうエピック。はい、ということで続いてはですね、耐久値の調整が行われました。まず斧からですね、コモン、アンコモン、レアで大幅に増加したということで、実際見ていきましょう。エピックの記載はないんですよね。エピックってこれね、みんなが多分いつも使ってるような最強の斧ね、これはね記載がないわけよ。まあ一回確認してみよう。うん、減りが遅いような気がしますね。確かに最初の頃さ、しょぼい斧で攻撃してたらすぐマジで壊れたもんね。それが大幅に向上したということで、ありがたい話だと。でじゃあこっちも行ってみよう。この緑マジで減らないね、全然減らないわ。素晴らしい、これは素晴らしい調整ですね。はいはい、ありがとうございます。じゃあちょっと続いて青色もやってみよう。まあ青色になってくるとね、使ってる人ももしかしたらいるかもしんないけどね。うん、減らないね、マジで減らないかも。さっきのコモンとかアンコモンより体感減ってないような気もするし、あ、減らないわ、全然減らない。じゃあちょっとエピックで試してみましょうか。どうなんだろう、エピックはね何も記載されてないんだよね。ストーペッ、エピックと同じような減りになりましたよみたいなことなのかもしれない、もしかしたら。そうだね、減らないわ、エピックが一番減らないかも。だからこれに合わさったみたいな感じなのかな。ということでまずこのね、コモン、アンコモン、レア、この斧が耐久値がめちゃめちゃ増えたということで、ありがとうございます。できればねこれも増えて欲しかったところではありますが、もしかしたら増えてるのかもしれないし、これに合わさっただけなのかもしれないです。とりあえずありがとうエピック。そして続いてですね、続いてはツルハシですね。ツルハシもコモン、アンコモン、レア、これがね耐久値が増加しております。ということで見ていきましょう。ナイスナイス、確かにそんな気もするね。やっぱさ、さっきも同じようなこと言ったけど、これ以外のやつってマジですぐ壊れるイメージあったから、よかった、なんか気軽に作って自分の作ってる建築とかね壊すこともできるんじゃないかと思います。採掘とかじゃなかったらね、そんないいツルハシ使う必要もないから、減りにくい気がする、あんま減らないかも。これもなんかあれなのかな、エピックに合わさった感じなのかもしれない、もしかしたらね。減らな度合いがエピックに近づいてる気がします。ということで斧とツルハシですね、こちらの2つがコモン、アンコモン、レアで耐久値が減りにくくなったということでございます。素晴らしいアップデートだと、ありがとうございます。減らないですね。そして続いてのアップデートがですね、乗り物のパーツの耐久性が向上しました。例えばなんですけど、スピーダーにしようか。スピーダーを一旦組み立ててみて、まあこれでね、このガードとかさ、めちゃめちゃ壊れてたじゃん前まで。それが壊れにくくなったと。タイヤとかもそう、全部そうなんだけど、こんな感じで、もう当たりもしないんだけど、ほらなんかさ、これぐらいでさ前は食らってたじゃん。でももう今はそんな食らわないよと。ちょっとおかしいけどね、これはやばいことになってるけど。帰ってこーい。つかないんだけど。終わった、俺のスピーダー、俺のスピーダー終わったぞ。これは改善されてません。うー、帰ってきた、イエーイ。乗り物が転倒しやすいっていうのは改善されてないみたいですね。でも耐久値が上がったのはね嬉しいね。これとかに当たってみる。ほら、なんか全然前までさ、すぐゲージ出てたじゃん。貧弱だったけど、結構安定してね、走るようになったんじゃないかと思います。ありがとう。文章を和訳して読んでみると、乗り物に乗って走り回ってる時などに、ぶつかったり突っ込んだりした時に受けるダメージが減少しましたということで、ビークルパーツなんで、乗り物ですね。乗り物のパーツ全体の耐久性が向上したというわけですね。素晴らしい。ありがとうございます。割とね、脆かったからね、この改善はでかいんじゃないかと思います。首なし男です。こんにちは。そして、もう一つ乗り物に関するやつあるんですけど、ホイールの耐久性が向上して、ドライブ中の回復力が高まりましたって書いてあるんですけど、ドライブ中に回復することがあるのか、タイヤが。回復力が高まりましたってあるので、もしかしたら、ホイールがね、なんか削れたとしても、自動で回復するのかもしれない。回復力っていう言葉が使われてるということは、まあそういうことなのかもしれないですね。まあとりあえず全体的にまとめると、乗り物の耐久性が向上して、そもそも壊れにくくなったのと、傷ついた時に回復するという機能が生まれました。ありがとう。
そしてまたまた乗り物なんですけど、パワーセルの消費が遅くなりました。要するに燃費が良くなったってことですね。このね、後ろに入れる動力、ここ動力セルってあるじゃないですか。これ今まで割と結構の速さで減ってたと思うんですけど、減るスピードも遅くなったよということで、ありがとうございます。これもありがとう。本当にサバイバルとかだとね、なかなか燃料を作るの大変だと思うので、こちらのアップでも嬉しいものだと。ありがとうエピック。そして続いてですね、採集に関するアップデートになります。まずですね、単純にここから取れる岩の量が増えました。そして木の量もですね、木の量、岩の量が増えました。なんか増えてんだよね、ロック、なんか心なしか多い気がする。この大きい木とか何個取れるんだろう。9、ほら9だって。めっちゃ増えてる絶対。前まで5とかだったじゃん、5とか6とかだったのが大きくてもめっちゃ増えてますねこれは。あ、ほら9、また9、めっちゃ集まりますね。ありがとう。そして花崗岩もね、同じことが言えます。大きい花崗岩だと、はい9、なるほどね、9いけるようになったよと。これでかいね。今までの時間は何だったんだと。まあ、とりあえず資材の集まる効率というか、一つの岩とか木から集まる資材が増えましたよということで、これもありがたいアップデートですね。そしてさらにですね、スタックサイズが増えたということで、まあ、木をね集めていきましょう。木集めるんですけど、ほら見てください、左下まず63ってありますよね。これ増えてって増えてって今72だと。インベントリを見てみるとこんな感じ、72個までいってますよ。何個までいけるんだということなんですけども、集めていくと80と5個に分かれてるんで、木材と花崗岩のスタックが80まで上限が上がりました。ありがとうございます。今まで50だったんだけど、50でもねまあ少なかったということで、80まで引き上げてくれたと。これもね、資材運搬がね結構簡単になるんじゃないかと思います。これはね、花崗岩でも同じことが言えます。ちょっと花崗岩集めてみようか。花崗岩集めて、このマグネットでさ、めっちゃ簡単に資材集まるようになって、しかも大量の資材ももらえるようになって、これは激アツですね。はい、こんな感じで80個を超えるとどうなるか見ていきましょう。はい、ということでこんな感じで80個まで上がっています。上がっているのは木材と花崗岩のスタックサイズなので、そこはねご注意くださいと。でもこれもめちゃめちゃありがたいよね。サバイバルプレイヤーの皆さんめちゃめちゃ嬉しいということで、秘密に来たアップデートだったんですけど、結構ね大きいものがいっぱいあったんじゃないかと思います。これらはね、全てのレゴフォートナイトプレイヤーにね影響してくる話なので、ぜひともね今回のアップデートで追加された内容をフル活用してね、これからのサバイバル生活楽しんでいってください。ということで秘密アップデート内容は以上になります。はい、ということで今回の動画ではね、いきなり来た秘密アップデートの内容をね皆さんに分かりやすくお伝えしていきました。いや、こんなチャンネルここにしかないと、分かりやすすぎるということで、チャンネル登録と高評価だけはお忘れなくよろしくお願いいたします。そしてアイテムショップでアイテム買うときはクリエイターサポート AFR も忘れずにねよろしくお願いいたします。それではまた次回のレゴフォートナイトでお会いいたしましょう。またねー。